河村瑞賢元六十二年六月十六日は、江戸時代初期の清少。陽名は七兵衛、通称は平田竜、忌川義道。少年を元奈三年とする説もある。伊勢国渡来軍東風村の貧農に生まれるが、氷伝、河村瑞賢によれば先祖は村上玄師で、北畠氏の家来筋であると自称していた。十三歳の時江戸に出た。 江戸幕府の土木工事の妊婦頭などで徐々に資産を増やすと材木屋を営むようになり、明暦3年、明暦の退化の際には、基礎福島の材木を買い占め、土木、建築を受け負うことで莫大な利益を得た。漢文年間に、老中で、相模国小田原藩主、稲葉正則と接触、幕府の公共事業に関わっていく。 それまで幕府大官所などが管轄する年貢米を欧州から江戸へ輸送する海米には、本州沿いの海運を利用し、危険な犬坊崎沖通過を避け、利根川河口の調子で川船に積み替えて、江戸へ運ぶ内川江戸周りの航路が使われていた。幕名により随県は、漢文11年に、阿武熊川川口の荒浜から本州沿いに南下、房総半島を迂回し、伊豆半島の下田へ入り、 西南風を待って、江戸に開催し、新たな航路である外海江戸周りの東回り航路を開いた。さらに翌年には、大武山脈を隔てた最上川の水運を利用し、川口の坂田で海船に積み替えて、日本海沿岸から瀬戸内海を回り、紀伊半島を迂回して、伊豆半島の下田に至り、西南風を待って、江戸に開催し、西巡る海運を確立した。また、 途中の気候地を定めて、入港税免除や水先案内線の設置も行う、ことで海運の発展に尽力した。波よけ山から、下、あじが瑞県山航路開拓と同じ頃、川口付近の港では、上流から流入する土砂によりしばしば港が、閉塞する問題が起きていたが、瑞県は、上流の地産と下流の地勢を一体的に整備、すべきとの認識を得ていたと言われる。 遠方2年に、淀川で大洪水が発生。天羅3年に若年より、稲葉忠久が、淀川の視察に訪れた際に、瑞権が案内役を務め、瑞賢の治水の考えは徐々に、幕府上層部に影響を与えるようになった。そして、上京元年から同4年までの第1期、元禄11年から12年までの第2期にわたり、 大阪市街が位置する淀川下流の治水工事を任されることとなる。第1期では九条島石灰によるアジ川の改作、大川、道島川、曽根崎川の拡幅など、第2期では堀江川の改作、十三県堀川の改作、南馬島石灰による木津川の直線化などが実施され、河市では新地開発も同時に行われた。 味川の改作で出た土砂によって、味川に有効の目印となる波長山が築かれ、一名を随剣山と称した。他にも、全国各地で地水、灌漑、鉱山採掘、築降、開墾などの事業を実施。その功により晩年には旗本に加えられた。その活躍は、新井白石の大鵜海運気や機内地垣に詳しく、 天下に並ぶものがない不祥と称賛されていた。隋賢の墓瑞賢は霊岩島に今日構え同郷の松尾芭蕉とも交流があった。またこの間に霊岩島に新たな川を改作している。この際に使われた測量の方法などは隋賢が得た知識と数学的才能によるものだと幼い国都市は指摘している。元六十二年、八十二歳で死去。 明治44年、生後位を追造された。平成2年、南東町は、ふるさと創生事業の一環として、河村瑞賢公園を整備し、瑞賢の銅像を建てた。県庁寺には、瑞賢の墓がある。ブリタニッカ国際大百科事典商工目事典、日本史人物生物年表田尻左辺、増衣所見伝蔵保版上特使増衣年表、P28。 ありがとうございます。